ザ・ノイジお届けするのは私レスコと北山と秋小林です。よろしくお願いします。前回雑談が良かった、回数が回ったということで、雑談しよう、はい、よ2022年4月12日の雑談でございます。はい、はい、世間的にね、話題になってることとか、なんか気になることってあります？最近。最近？いや、もう暗い話ばっかりですからね、うん、話題になってるの、本当に。あの、野球をよく見てるんですけど、ねえ。阪神が今までにないぐらい負けてますね。へえ。うん。もう、1勝10敗とか、そういう悲しすぎるレベルになってて。ファンの人はすごい応援してるんでしょ、逆にそれ。うん。新庄日本ハムの方が勝ってますからね。3勝してますから、新庄は。はい、はい。もう、だいぶ、だんだんこれ、新庄日ハムの方が上がってきちゃいますよ、このままやと。グググググって。そっちもね、気になって、いろいろニュースは見てますけどね。でもなんか分かりやすいというか、あれですよね。こう負け出したらやっぱりみんな、監督批判始めますよね。まあね、分かりやすいですからね、それ。うん、でも、ある程度、もうちょっと、開幕してずっとやっててって、ここはもうしゃあないような気もするんですよ。ある程度、もう覚悟して突っ込んだ後じゃないですか。うん。うん、で、なんか、まあ、毎日ね、それミーティングとかもして、いろいろ変えてるんでしょうけど、そんなね、いきなり選手の調子が上がるわけでもないし、怪我した人が復帰してくるわけでもないですからね。そうなってくると、まあ、我慢してみないとしゃあないのかなと思いますよね、うん。うん。野球ファンとしてはね。うん。っていうのがありますよね。でも海外見ると、大谷とかもバスバス打ってんですよ。全然関係なく。うん、ああ、はい。去年終わった時にね、散々言われてたんですよ。でも今年ね、ホームランキング争いとかしてましたけど、これはもう今年だけのものですよって。なかなかね、そんな選手、そんな来年うまくいくとは限らないですって言ったのに、関係なくバスバス打ってますよ。全然言ってたことと違う。で、みんな、やはり大谷って言い出しましたから。まあね。いや、大概批判してたやろって思うんですけどね。うん。うん。ね、あったりとか。だから最近ほら、ヤフーニュースとかね、パーって見てると、ヤフーニュースって、こう、見るじゃないですか、こういう携帯電話とかで。はい。そうすると、今の、自分の好きなやつ押してったやつが、自動的にそういう系のニュースだけが上がってくるようになっちゃうんですよね。あ、うん。だから僕、ともかく、格闘技のやつがもうバンバン上がってくるようになっちゃって、大してニュースにはなってないはずなんですけど、もう、タケルと、ね、ナスカワ天心の話ばっかりですよ、僕の、ヤフーニュース。6月にね、ついに、マッツリーが行われますから、ザ・マッチ。が行われますんで。ああ。これが、ライズっていう団体と、K1 っていう団体の、うんうん、もう、バチ当たりになったんですよ。もういいついに、団体の垣根が。そうそうそう。うん、だ立ち技、キックボクシングの、うん、まあ、日本でいう二大団体。本当は三大か、うん。もう一個あるんですけど、でかいところが。うん。でも、そのうちの二つが、こう、戦うっていうので、もうちょっと総当たり戦みたいになるんじゃないかなって言われてますけどね。うん。それのメインマッチが、那須川天心対、うん、タケルっていうね。あ、いいじゃないですか。なんかすごい人が見に来そうな感じのカードじゃないですか。だってあれですよ。リングサイド300万ですよ。うわ。うん。リングサイドで見たい人は。すごいね。ということはですよ、うん。もうこれ公表されてますから。うん。見るときに最前列どうしても見ちゃいますよね、僕らはね。誰が座ってんだと。すげえな、300万。ああ、YouTuber とかじゃないですか、みんな。まあね。うん、もう YouTuber 夢があるね。最近やっぱり YouTube なんとか数字上げようと思って、結構 いろんな人の YouTube 見てるんですけど。うん。やっぱ成功してる YouTuber すごい。いや、そうですよ。で、ね、タクシーでこうやって日本縦断とか、やっぱやるじゃないですか。うん、で、30万円用意しましたとか。もうね、あそこにしか夢はないね、本当に。本当ね。いや、で、だから、あんなね、一瞬でやっぱりお金が稼げる世界って、ちょっともう物売りでは難しいと思うんですよ。ないと思いますよね。うん。
うん、でそれで普通だったらこんな嫌な使い方じゃないですか、こうやってもうやる必要ないんだから本当にね、その、うん、まあ、日本縦断したかったらその30万の用意する必要ないじゃないですか、うん、言ってみれば、言ってみればね、それでなんか最近思うんですけど、それでこのタクシーの運転手とタクシー会社さんもお金が落ちると思うと、うん、今本当にあれですかね、こういう企画がね、まあピンポイントしかないですけど、政府がやらないこと、うん、代わりに今 YouTuber がこういうことをやってるんだなみたいなね、世の中に金を回すっていう確かにそうですね、まあ、ピンポイントでごくごく一部のしか助けませんけど、うん、これは目に見える形ですごいことだなと最近ちょっと思うんですよ、見てるとね。いや、思う。なんかまあ無駄遣いっちゃ無駄遣いなんですけど、うん、だってそれこそ競馬の全枠買うとかね、ね、いや、すごい経済回すってことですから、うん、だから買い物も端から端までなんかやってみたとか、そんなんいっぱいあるじゃん。そう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 、すごいなと。なんかもうあそこだけ違う時間軸が流れてますよね僕らの生活には全くありえないですから。いやー、だけどあれをやっぱりね、小学校とか、うん、まあなんか若い頃に見たらやっぱり YouTuber 憧れるよね、あれ見ちゃった、まあ、なりたいなって言っちゃいますよね。しかもなんかやっぱ成功しきっちゃってる人って、うん、なんかやっぱりああいうなんかちょっとおどけた感じでキャーってやってるけど、うん、やっぱ残ってる人ってなんかサバサバしてるじゃないですか、いい意味で。もうこれは企画 で経費で使って誰かにこれお金をなんか上げてる感じがするんですよね。これはこれで誰かお金が回ったらそれで誰か喜んでくれるし、うん、僕はそれに対して見返りは求めないけど、またそれで再生回数とかが入ってくる。うん、うん、これはね、お金の回し方としてやっぱ正しいっていうか、うん、やっぱいいなと思いますよ、なんか、ね、見ててね。ね、だからなんか、遊具場が開きましたみたいなんでね、うん、やってましたよ、焼肉屋ね。そしたら焼肉屋が開くや開かんやね、うん、もう潰れるや潰れへんや、光が来たや撤退したや、また戻ってきたやとかね、なんかずっと一喜一憂してるようなやつをね、僕もそんなに牛宮城のことを最初は気にしてなかったのに、だんだん牛宮城に惹かれていって、ね、まあ牛宮城には行かないけど、なんか牛宮城に、知り合いとかも牛宮城行ったとか言って写真上がってるんですよ。そしたらその宮迫さんとね、なんかニッコリって笑って、あ、宮迫さん結構毎日いてはるんやってね。へ、まあ、それはじゃあ行きますよね。うん。そうですね。ね、まあ本気やった。本当に誰かね、お金を持ってる YouTuber がザ・ノイジーズのチャンネルをね、ちょっと遊びに来てほしいですからね。あ、まあもしくはあれですよね、本当に自分のやつとか来てくれたら最高ですけどね、でも本当あれな話、もうそういうのでなんか CM にね、ちょっとでも、いや、やっぱり知られてないっていうことが一番大きいと思うんです、何か。あ、そうですね。だからほら、うん、ドライブ・マイ・カーってね、映画もアカデミー賞の外国部門でノミネートされました、受賞しましたってなったから、あんだけ今人来てるわけでしょ？いやー、すごいですね。うん、もうあれ、あれがなかったらただの単館映画ですからね。本当に。うん、まあまあ、うん、単館でもそこそこ稼いだ方やと思うんですけど、うん、でもそこそこの映画でやっぱり終わっちゃったじゃないですか。うん。まあ、ぶっちゃけの話、うん。うん。だからそれをやっぱり、もう結局そうはね、ならずにいけたっていうのはもう他者の力ですよね。ね、自分たちの努力はもう限界までやりきってもあれですからね、うん、俺たちもやっぱウィル・スミスに殴られるぐらいやらなきゃダメかなパッションってシパーンいった。でもあれびっくりしましたよ、2時間後に、うん、殴った瞬間のフィギュア作りました、うん、3D プリンターでっていうやつが現れて、それがアメリカのネットオークションにパーンと出品したんですよ。ウィル・スミスがパチョンってやってると。それがどんどん入札されてって、もう何十万ドルとかなって、タタタタタタって上がってて。すごいね、本当に。って。もう何この世界みたいなね。もうだから訴える間すらないですよ。あれでもう売りだってピャッてやっちゃって。あれですよね。確か北山さん言ったんでしたっけ、野球チームのその日の試合の。ああ。やつが帰るときにはそれが T シャツでプリントされて、くっつかされるところがある。広島カープですね。うんうん、広島カープは、ね、その、デザイナーとかが、球場に呼ばれるんです、うん。で、今日の試合のハイライトのところとかをイラストをその場で、もうその、マック、
MacBook とかでバーって作って、でもうそれがプリントアウトされて帰りに帰るんですよ。今日の頻度ですか、今日の、ね、北山さん、そうですよね、そういう意味では北山さんあれですよね、あれ長戸由紀の消失の時、なんかあれは大変やった、あれありましたよね、やってました、あのその日放送されたワンシーンが T シャツになってすぐ出るみたいな、うん、やってましたよね。そう、その日のその回の面白いところが T シャツになるっていうやつで、うん、絵コンテを T シャツにしましたみたいなやつが、放送の終了した分からその予約販売がスタートするっていうね、とんでも企画ですよ。後ろも絵コンテみたいな感じですから、まあ絵コンテじゃないですよ。ね、うん、だからそれ、そういうやつをやったんです。だからあれは最初はですよ、あの今やから話してますけど、うん、何週間先の分までも出来上がってたんです。なるほどね。はいはいはい、あのそれも見させてもらってましたし、中身、はいはい、そうするとほら全然その何週目まで、ね、できるんですけど、うん、ある時からもう本当にマッチポンプというか、まだできてませんみたいなやつが、来ないの、まだできてないんですかって、もうじき、はい出ましたみたいなやつで来たやつをすぐこうやって作って、すぐ入庫しないと、で、承認作業を下ろしていかないといけないみたいなやつが、うん、ああ、そうかそうかそうか、だからもうやばいんですよ。最初は何週間かあったのに、だんだん迫ってきて、もう放送の週とか、放送の日とかに、ようやく、OK 出ました、やったーみたいなの作ってたから、これはやばいな、大丈夫かなって思いながらやってた記憶がある、ね。一応走り切ったんですよ、無事にね、最後に。最終話でね。うん、ああ、よかった。あれ、あれですからね、あの、T シャツも袋、その、うん、普段、なんていうんですか、原画とかああいうのを入れる封筒をちゃんとそのスタジオから実際サテライトさんから実際買い取ってその袋に入れて発送して、あ、すごいね、業界で流通してる封筒にちゃんと入って、そう、本物ですよ、買って、だから実際あれは原画が入ってた袋ですっていう企画でやったんですよ。かなりいい企画だと僕は思ったんですけどね、うん、まあ生物的には1週目っていうか0号の一番最初なんですか、一番売れてどんどんやっぱり落ちていって、で最終は近くの神会みたいなのがあったんですよ、そこでちょっと上がって盛り上がった、でも、うんうん、でもやっぱりダメでしたね、うん、きつい会がやっぱり何回か絶対出てきちゃいます、それは、まあそれはそうですよね、うん、ある意味だから企画に溺れた、ちょっときつかったなっていうのがあります。企画してるときは最高に俺はすごい企画考えたぞと思ったんですけどね。でアニメ会社の方とかもすごいと、そんなことチャレンジする人っているんですかぐらいの勢いやったんで、僕ですみたいな感じで、しかもほらオフィシャルですからちゃんと承認も降りて、そうですね、やっていくやつなんで、ほんと時間勝負でやったんですけど、でも結局のとこまあそんなに世間的にはね知らねえよって。うん。いや、大したことやったとは思うんですけど、で、デザインバランス、割と。ああ。うん。時は、頑張ったんですよね。もう、だから出張先とかで、ノートパソコンで作業やったりしてました、ね。ああ、そうね。もう、時間がタイトになってくるから、どこでも仕事できるようにしなきゃダメだろう。だから、新幹線とかネット繋がらなくて、やばいやばいとかね。なんかいっぱいそういうのを繰り返してやります。それのじゃあ、まあ、ぶっちゃけ見返り見たかって言ったらなかったですし、もっと言うと、やっぱりセールスで物を見られる世界なので、うん、ああ、そんなもんなんですかっていう感じになると、次の話が来ないと、うん。あ、でも来たのか。結局アクエリオン、あの、創世のアクエリオンかなんかをその後やれたんで、サテライトさんには一応一定の。ああ、まあ面白いことを考えてくれる人だっていうことは評価多分得たんでしょうね、それ。そうですね。次、アクエリオンロゴスってやつの企画で T シャツ一緒にやらせてもらいましたからね。一応つながりはしたけどもっていうぐらい評価でしょうね。うん。そんなに飛び抜けて大きな評価にならなかったのかもしれないですね。まあまあまあね。だけどまあ、ちょっと、アニメーションがね、やっぱちょっと、少しみんな普通のネタになった時代でしたね、長戸由紀がやった時。うん、そうですね。だん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 ね。アニメの、その、
T シャツを手掛けてるブランド、昔は少なかったんですけど、うん、もう今やもう、まあね、すごい稼ぎになっちゃってるんで、なんか差別化をとか、こう考えてとかっていうのを必死にやってた時期ではあったんですけどね。うん。まあ、今は、まあ、ね、本当に、しっかりこう座組組んでやりましょうっていうやつだけを僕はやらせてもらってる感じにはなったんで、うん、前みたいにそういうタイトロープみたいなやつはちょっとやめとこうとは思うんですけどね。うん。うん、もう今、うん、その企画、多分通らないよね、もうリスクはあるから。まあ、やろうってやつがやっぱりいないんじゃないですか。ね、うんうん。うん。なかなか厳しいですよ。全話分作ろうって。あの時二十何話、ね。普通ね。うん。あ、そっか、そんなありましたっけ？あったんですよ。あれは結構長い。長いです。うん。だから結構な。そしたらあれですね。全部見終わった時にいいけど、一話だけ見ると辛い回はありましたね。うん。うん、そう。だからそういうところでね、やっぱり波もできるし。うんうん、で、その時はその分だけ作るっていうやり方ではなかったんで、はいはいはい、ちゃんとちょっと在庫を作って、秋葉原のショップでも販売を少しやりますっていう形でやってたんで、そうしてるとね、秋葉原のショップで並ぶんですけど、うん、でもまあ、ね。情報がね、浸透がいい感じにしてない可能性もありますよね、それがね。そうなんですよ。あるんだけど、うん。うん、なかなかそれも難しい。全部持ってる人いるのかな ?26。たぶんいない。いないと思います。いないと思います。うん。もう本当に。まあ、でももう集められないですよね。これ。中古でも本当奇跡がない限りね。まあでもどっかで見つけれることは可能やとは思いますけどね。うん。そう、持ってる方が手放すとか。うん。うん。そういう可能性の方が高いですよね。あれは結局だって、販売店とかには流れなかったやつなんで、かなり限られたところでしょ。なかなかですね、そう考えるとね。そうそうそう、かなり自分が出した中でレアなケースじゃないですかね。流通流れたやつはね、うん、やっぱりそこそこオークションで引き受けられるのがあるんですよ、ね、はいはい、うん。だからたまに、あ、すっごい値段売ってるなっていうのがありますよ。この間見たら1万8000円とかで売ってましたよね。うん、さすがにそのメルカリ誰も手を出してなかったんですけど。まあ、まあ、一応珍しいんですけど、流れあること自体。2000年代前半ぐらいの僕の作品ですよね。ああ、それはちょっと、なかなか古いですね。うん、だからもう20年ぐらい。ね。経ってますからね。それはもう大したもんだなと思いますけど。でもあの時は流通枚数自体そこそこあるんで、ただすごい、それが新品で出てるってことですね。うん、あ、うん、未使用。未使用。うん、あ、まあ、だけど、あり得るか。コレクションで買ってる人もいたでしょうね。そうでしょうね。2枚買いとかして持ってたりしてたりしたんでしょうね。うん、映画の T シャツなんですけどね。それを1万8000円で。ちょっとタイトルは言わないんですけど。うん、すごいな、と思って。自分もあれは、現物を持ってないんですよね。うん、持ってない。もう全部映画館に入れちゃって。うん、終わっちゃったみたいな、ね。ああ、もう最後の1枚まで売り尽くすね。まあ、北山さんらしいですよね。うん、うん、っていう記憶がありますよね。そういう意味では、マトリックスとか、僕は、リローデッドと、レボリューションか、やりましたけど、うん、あれとかやったら、まあ今、比較的安く入手できるんでしょうね。ああ。うん。あれは、流通枚数多いし、うん。うん。で、映画館でも普通に売ってたやつなんで、あの当時から。なるほどね。うん、はい、うん。で、オークションでもそこそこ見かける。あの当時の映画の中じゃかなりメジャータイトル。うん。そうですね、うん。うん。だったんですけど、あの時ですらね、なんか、リローデッドはまあ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 、でも最後どうなるんやろと、最後ちょっとこうなりましたからね。ね。2回目の発注来なかったですからね。あれ、リローデッドの時は来ましたけど、レボリューションの時は、これで、ちょっとすいません、今回で。公開もちょっといつまでになるか分かりませんのでっていう不穏なこと言われましたからね。マジですかっていう。そんなにって。で、内容をね、その、3は内容がギリギリまで見れなかったんで。うん。だからデザインをさっきやらざるを得なくて。で、とっておきのやつがあるんですよって言って、とっておきのなんか S 素材にしてもらったら、なんか機械に乗った知らないおじさんがこうドッドッドッってやってるやつ。こんなの売れるんですかね。いや、大丈夫っすよって言ってましたけど、見た後で、ああ、使わなくてよかったと思って。
でもね、今やったら多分その T シャツがもしあったらめちゃめちゃレアですよ。まあそうですね。あいつ、あの機械作業員みたいなこのロボット。三船なんだっけ、三船。三船の T シャツ作っときゃよかったな、国産的。もう玉砕覚悟で。そっちの方が、ねまあ、ネタとして最高でした。確かに確かに、うん、痺れれてる人間何人かいたと思いますね。そうそうそう、多分ね20年経った今となっては三船の方が笑えますよ。いいな三船、そんなの作ったクレイジーの人がいるのかっていうね、うん、いやなんかそういう意味では評価されるかもしれない、うん、ありますよね。まあまあまあ、あとあれですよね、最近なんか痴漢が捕まったんやけど、そのカメラが全部撮られてて、泥酔の女の人をにいたずらをしてたみたいな、常習犯みたいな人が逮捕されたんですけど、はいはい、もう、あれですね、監視カメラって最高ですね、もう本当。人間の監視はもうやっといた方がいいっすよ、本当。何しようか分かんないですから。なんかね、古い映画見てると、もうそこら中で殴り合ったり、刺し合ったりしてますから。はい、まあ、痴漢のこと言うと、本当に、うん、あの全車両ちゃんとカメラやってほしいですね、電車は。え、でももうついてるんじゃないですか、あれ。ああ、だけど、全車両じゃないんじゃないですか。うん、まあ、だから特にポム車両は全部つけてあると思いますよ。うん。いや、怖いもん、やっぱ、なんかやってなくてもっていう人もいるわけじゃないですか。やってる人もいるけど。だから、ついてるとこに乗れってことですよね。うん、もしくは、まあ、ねえ、だけど。頑張ってやらんとしゃあないんですよね。ちょっとね、本当あれは電車はやってほしいな。なんかああいうのも昔ね、混んでるとことか乗るとやっぱりなんかこう、まあ、触られたりとかもあれですけど、やっぱりなんか密着したりするのがね、今の時代やともっと嫌じゃないですか。ああ、嫌ですね。こういうコロナ禍のね時代になっちゃったらね。だからなんか電車の感覚をなんか本数減らすとかって正気かと思いましたけどね。まあ、逆に増やせようと思って。そしたらね、もっと、ほら。いや、そうですよ。人の感覚も減るし、うん、なんかできるの。まあ、やることやること全部バカでしたからね、もう、日本の行政は。いや、でも世界的にそうじゃないですか。みんなもお顔びっくりでやってるでしょ。何やったらいいのかな、みたいな。いや、いや、日本はダメですね。だけど、それでも。うん。生活守ろうとしてないもん、だってこれやめてくれって言ってるんだからね。あ、まあ、大変ですよ、うん、本当に。でもね、なんかコロナもね、とりあえずまた一段落はついてきた感じではありますけどね。まあ、でももうなんかもうね、一昨年ぐらいだったらパニックになるぐらいの数字が出てもみんな、まあもう仕方ないねみたいなのに慣れちゃいましたね、本当。まあ、こういう時代ですからね、うん、でもイベントで物売りとかポップショップで物をやるとかっていう概念をちょっとだいぶ覚悟しないといけないですね。もうそこではなかなか、まずオフラインのイベントに人がなかなか来づらいと。まあまだそれは時間かかるでしょうね。まあもうちょっとしたら、まあもう本当に亡くなる方はなんかね、やっぱりいっぱいいるけども、普通の数だっていうこと多分なし崩しになると思うんで、うん、まあそれでそれが当たり前になったら、まあまた昔みたいになると思いますけどね。まあまだ変わりますよね、うん、それね。そこまで感覚になるんだ。そうは言ってるけど、結局もうオフラインのイベント自体もともともう行かないでおこうかなって思ってた人らもおったと思うんですけど、うん、それのなんかいいきっかけになっちゃったような気がするんですよね。うん、だからなんかみんなデジタルに移るタイミングになっちゃったのかなっていう感じはします。だから買い物とかにしてもやっぱりその通販自体は好評ですからね。好調というか。うん。うん、だからそれが店舗売りとかなってくるとやっぱ厳しくなってくっていうところがあると。まあ、何しろこうやって収録するのもズームの方がはるかに快適ですからね。まあ集まらなくていいですからね。結局すごいですよね、これはね。その来ていただくのに労力もかかるし、うん、お金もかかるしってなるから。うん。だからそういうのは。ね、でも実際ほら、音楽とかやとライブでやっぱり見る方がすりゃいいんですけどね。まあ本当はね、うん、じゃあそりゃそうっすよ、うんうん、いいんですけど、なんかやっぱりなかなか厳しい状態は続くし、なかなか生きづらい世の中になっちゃったなっていう感じしますよね、うん、だから外出るってことでやっぱりいろんな人が飯お金が出るじゃないですか。電車乗ったりとかジュース買ったりとか、そうそう飯食ったりとか、うん、
やっぱそれがね、やっぱ絞られるのがやっぱり、なんかまあ人間が出かけるっていうのはやっぱ本当に経済と密着してると本当思いますよね。うん、人間が行動するっていうだけでお金がいっぱいいろんなところにもうばらまかれるっていうか。それとあともう気分転換できないんでしょうね。やっぱり閉鎖されたときにずっといますからね。うん。だからなんかみんなの、ちょっとなんか閉塞感みたいな感じるのがやっぱり長くはありますよね。うん。なんかこうシェルターじゃないですけど、そういう生活にちょっと近いものがありますからね。割と出れるんやけど、あ、出ないでおこうっていう、なんか感覚の方がもう買っちゃってる感じはするから。俺もまあまああんまり人が集まるとこ電車はね仕方ないから嫌だけど乗ってますけど、うん、まあ行きたくないですねあんまね、うん、ね。まああとあれかな、話しときたいことはなんかテレビで深夜のやつちょっと撮ってたやつバーって見てたんですけど、あれなんですってね、なんか渋谷のハチ公、あのダウンタウンのやつ見てたんですけど、渋谷のハチ公を実際見た人ってまだ結構生きてはるんですね、うん、ああ、はい、あの、実際のね、あの、像になってる。そうそうそう。昭和10年になってるみたいなんですけど。ああ、じゃあ、はい。だから、ギリギリ、こう、当時、そこで見たっていう人がいて、はい、で、うん、その人らの証言を聞いてると、なんか、あそこはまだ、バラックみたいな、焼き鳥屋とかがいっぱいあって、屋台、うん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 。で、その焼き鳥を食いに蜂が切ったみたいな。みんなの証言がなんかそれを聞いてると、ご主人も来てるというより焼き鳥目当てに、お、まだあの辺に来てるぞって言って、まあ来たら楽しいことがあったから、まあそこにいたってことなんですよね。そうですね。うん、それとあとあのハチ公像は、ハチ公がまだ生きてる間にあれ建てられたっていうのを初めて知りましたねすごいですね。生前に建てるってあれですよ。本当財を成した社長みたいな、それぐらいのレベルですよ。もう俺の胸像建てるのって。もうじゃあ生きてるうちに話題になったってことですね、じゃあ。そう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 。だから、そうなんだ。昭和7年に新聞に載ったんですって。うん。あの、主人が亡くなったのに、こうやって来てる名物犬がいますって。はいはいはい。で、その時からハチ公ブームっていうのが起こって、で、子供たちがみんな撫でに行きたいって言って、もうすごいその渋谷駅が。もう観光地みたいな。ああ、なるほどね。そっか。そこら中に屋台ができて、うん、あの、ハチ公せんべいとか、ハチ公なんじゃないですか。いろんなもう土産物屋ができて、みんな必死に売ったらしいですよ。うん。いやー、いいね。いい話だね。そうでしょ。うん、で、昭和9年に胸像が建てられて、はい、で、昭和10年にハチ公なくなっちゃった。そりゃ作りますよね。ハチ公のおかげでみんな飯食えたの。そうそう、あの周りの人が、ね。それは作るよね、象はね。うん、だから、屋台も容器を潤ったんでしょうね。ね、うん、で、夜ね、満腹になったらハチは帰っていくみたいですけど。みんな喜んでハチに召し上げたでしょうね。うん、ドクター中松さんも見たらしいですね。うん、へぇで、もう全然泣かないんですって。ぐたーっとして、うん、こうなんか手前にやってこう寝そべってるでかい犬でしたって言って、まあ正直言ってあんま知りたくなかったです、その話は、ね、いや、まあ、それはいやでも実際の伝説って後でできた、その僕らハチ公物語とか見ちゃったから、いや俺はあれですよ、リチャード・ギアン、ハチ、ハチだから違うからあれもっと違う話やからうん、あれ、ただの不自然な映画ですからね。なんでリチャード・ギア出てんのって話ですから。うん、そうか。なんか結構面白い。まあ、でも、それもあれですよね。その、中松さんは226事件、実際、自分の住んでる家の前やったから見たらしいですから。はい、そしたらもうなんか、こう、なんですか、こう、銃、でっかいこう銃器みたいなやつが、ガラ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 って運ばれてるのとかを、こうやって見たらしいですよ。あって、なんだあれやみたいな感じで。うん。そっちの話もぜひ聞きたいところですけど、今日はハチの話を聞かせてくださって。で、226事件の話なくなっちゃって、俺もってなったんですけどね。226の話聞きたいよね、うん、今のうちにね。そうですね。なんか515か226かどっちか忘れましたけど、その、実際にライフルを構えた人が100何歳で、
その人はこの間 NHK スペシャルに出てましたけどね。あで、いやーもう、昨日まで仲間やったやつに銃を向けて、撃ちますって言った時の俺の気持ちなんて、そりゃ今だって覚えてますよ。で、100何歳やのに、普通なんですよ、喋り方が。まあ、選ばれた人ですね、そして、ね。全然じいさんとかじゃないの。もう普通に喋ってるんです、うん。あの時のね、気持ちなんて。それはもう、あの時のことは忘れられない。仲間に銃口を向けたわけですから、うん、昨日までの友達に銃を向けるっていうのは、もうあれが最初で最後で、うん。あの光景はもう忘れることはないです。普通。もう全然、じいちゃんって何でもないっていうね。ええ、すごいな。藤子不二雄 A 先生とかでもね、88歳ってお亡くなりになられましたけど。うん。そんなに20年ぐらい上の方ですからね。まあもう、それはもうちょっと選ばれた人ですよね。それはね、そこまで生きてし、もうそんな普通に喋れる人っていうのは。そうですね。うん、まあ A 先生もでも4日前ぐらい普通だったみたいですよ。うん。なんか鈴木慎一さんが電話して、会おうよって言ったら、はい、ちょっと今忙しいなって言われて、電話切られて、それが最後でしたって言って、いつも通りやったんやないって、みたいな。でね、みんなやたら、肉は食わない、食わないとかっていうのが長生きに秘訣やったみたいにして言ってはるんですけど、うん、僕、昔、漫画道とかって読んでると、普通にメンチカツ挟んだ、パーンっていうやつ、普通に食ってましたけどね、うまいって言って。だから、A先生、どれが本当なのかわかんないんですけど、うん。食べたんじゃないですか肉は。肉食べ、一応食べてない話みたいになってるんですけどね。なんかそれもだからレジェンド的なやつもあるから。うん、だからその時は食べなかったんじゃないですか食べなかったんですかね。うん、あとほら、漫画道の中だと、その、マガミチオとサインシゲルは、二人一緒の部屋で机並びカリカリカリって書いてるじゃん。はい、はい。でも実際は二部屋借りてたっていうね。結構ね。なんかそれはそれで、最初は一部屋でやってたんやけど、ちょっときついよねって言って、二、うん、部屋借りるかって、別々の部屋になって書いてたっていう話も、まあ、後に知りますけど、なんか漫画道の世界が本当だと思ってましたからね。いや、普通はね、そう思いますよね。自伝漫画ですからね、うん、と思ってたら。だから後に愛知りそめしコロニーっていう、その続編が出た時に、うん、その辺正直に違う部屋になってたりとか。あと、ギャラ手渡しでもらって、この金があればキャバレーに行けるって言って、サイノに渡すか、キャバレーで遊ぶかで悩むシーンがあるんですけど。A 先生、絶対それ言ったらあかんよって言っちゃうまで。二人の金でもらってんのに、やったーって言って、なんか上海なんちゃらの方に向いてんですよ。キャバレーみたいな。あーんって。で悩んだあげく、持って帰るっていうね、シーンがありました。まあそういう話の方が、なんか、いいよね。本当の話ですかね、あれはね。そうそう。やっぱり、ね、ちょっと、性感が歪んでる哲学を染むのがかっこいいじゃん。狂ってたもんな。本当は狂ってたっていう、ね。あとあれですよ、やたらね、いろんなとこから仕事来るなと思ってたら、自分に好意寄せてた女の人が斡旋してくれただけやったっていうね君だったのかって言ってあれもなんか切ない話でしたよA 先生の実力で勝ち取ったものじゃなかったっていうねうん。でもまあ金もらえたからありがたかったよっていうねあれは切ないな切ないけどいい話ですよ、うん、本当ザ・ノイジーズもなんかちょっとレジェンドを残したいですねあ、僕らのレジェンド的に。そうそう。なんかあります残ってるのあります、ね、うんむしろ過去の話ができなくなってますよ。ぶっちゃけた話。もう、Now しか、もう Now のことしかダメになりましたよ。あんまりレジェンドの話すると、本当に、おいってなってきました。何にもないよね。もうそれこそいろんな人たちがなんか通り抜けていきましたっていう言い方で語れなくなっちゃいますよ。ね、もう笑いに昇華せんとしゃあないですから、ね。聞いてますって言ってた人が本当に俺たちをもう見放してどんどん他に行っちゃいましたからね。あ、そうそう、リスナーさんね。ね。たくさん。でもそのコロナ禍になるちょっと前ぐらいですか
に僕神田駅に声かけられてリスナーの方に。あ、そういやね、YouTube のコメント見たら、うん、昔ポッドキャストで聞いたノイズを聞いてて、うん、YouTube でやってるかなと思って検索したらやってて嬉しかったですってコメントがありました。あ、ありましたね。うん。うん、だからなんかそれで僕の顔をね知ってる方が神田駅に声かけてくれて、うん、でなんかノイジーズ見てますって言ってて、 ありがとうございます。もう何しろね、北山さんのだって同級生のことをお子さんが聞いてくれてるような偶然もありますからね。あれびっくりしました、うん、僕の高校の時の同級生の息子がね中3でリスナーで あのお便り来ましたよ、うん、高校受かったみたいな、ね、まあ、本当によかったです。高校今高一で、ね、あの通うこと中3で俺たちの話が楽しいって少しでも思ってくれるって嬉しいね本当ね、うん、なんかあれらしいです。なんかきっかけはよく分かんないみたいですけど、うん、なんかおすすめでおっしゃってそのまま流れてずっと、うん、うわーってなんか流されたんですよねでもなんか楽しいって言ってましたよ。だからやっぱり全然その聞いたことない漫画の話とか聞いたことない映画の話とかっていうのがなんかどんなないのと思って見るきっかけになってるみたいですね。なるほどね。うん。で、Amazon プライムとかで実際映画とかも見てもらってるみたいで、うん。うん、なんかその辺もあのいくつか見ましたっていう。あの東シナ海で荒川見て大笑いしてると。多分ね。200ドルだ。ダー。タラララララタラララってズドドドドって。いや、多分見てますよ、それは。間違いない。あれ、日活 DVD にしてくんねえかな、あれ。東中へ。いや、配信やからできるんですよ。あんなのね、再三、わかんないですからね。何枚来るのか。ヤシ、ヤシガニだーって。よくわかんないですから、あの映画したら。何の映画なんすげえ面白いね、東シナ海。全く東シナ海関係ないですからね。沖縄の話やから、基本的に。なんだこれ。途中からあの謎の死体もどうでもよくなりますからね。どうでもよくなりますね。ね、なんか、たまに、あれですよね、アマゾンプライムとんでもないの上がってますからね。アマゾンプライムもね、うん、最近チェックできたんやけど、結構増えてると思いますよね、映画。あ、本当ですか。ちょっと今、アマゾン。ビデオみたいなやつをちょっと見てみると、そうですね、またろくでもないものいっぱい上がってますよね。ガキ帝国とか、あーすごいじゃないですか。上がってますね。あとタトゥーが、タトゥーあれもいい映画じゃないですか、ね、いい映画です。で明日のジョーも上がってますね。あーそうそうそう、上がってます上がってます上がってますよね、うん、あーでもこの辺とか普通に見たいな。カセットテープダイアリーって2年ぐらい前ですよね、うんうん、なんかすごいこれ評判がすこぶるいみたいですよ。あのベッカムに恋してっていう映画の監督が撮ったやつですよね。ああ、覚えてます、ね、ベッカムに恋してはもううちの映画館であって即打ち切りになった映画ですよ。内容変わる。金井俊太郎さんがこれいきますよって、もう本人もどこまで本気だったか分かんない。それでもうね、東京テアトルね、どっかと2、3巻でチェーン組んで初日、もう衝撃的な不入りですよ。あれ、どっちが先、恋は八景よりとどっちが先なんですか。恋は八景よりじゃないですか。あ、恋は八景より、大河内とか言ってなかったですよね。あれはね、もうみんな、金井さん側ね、レジェンド持ってる時だったから、また金井さん超なんかまた調子のいいこと言って大丈夫って言ったら本当にひどいぐらいボロゴキしたんですか。あれ、あ、だってアメリのブームがまだ、ね、そうまだ余韻があったんで、金井さんのね、あのレジェンドでいけるだろうと思ったら、うん、本当にひどかった、入れなかった、うん、なんかあの人なんか僕はハワイで UFO 見たんだみたいなこと言ってましたけど、最近も言ってますよね。もう全然、うん、全然変わってないんですね、言ってること。いやいや、何も変わらないけど、やっぱなんか持ってる人って間違いないですからね、あの人は。いや、なんかね、まあまあ、あの人の過去もあんまり触れるのはやめましょう。もうやめてきましょう。やめてきましょう。今ね、こういうご時世ですからね。いろんな、結果を見越しての監督だけで、そこに触れられるとは思わなかったから。いや、あれね、本当に。あと、あれですよ、あの、小杉さんおすすめの、ミッドナイトランも上がってるじゃないですか。ああ、いいじゃないですか。
これはもうあれですよ、僕、小杉さんとバビオンさんに勧められて見た映画ですよ。うん、いい映画ですよ。いい映画でしたよ、非常にね。何が上がってるかな、なんか、なんか。ああ、この、何ですかね。三国志も上がってますけど、なんか三国志いっぱい上がってるから何が何か分かんないです、ね。いや、アニメの三国志見なきゃダメですよ。俺がもう一回見ようって言って。ああ、それまだ見れてないんですよ、ね。あのね、字幕が出てくれるやつだと、まだほら、周囲の環境が、いくら子供が騒いでようが、なんとか字幕で見れるんですけど。ネットフリックスだったら字幕出るんですけどね。そうなんですよ。ところが、ネットフリックスに三国志はないんですよ。パリピ孔明は多分、絶対字幕出ると思います、ね。うん、だからね、同じ理由でね、僕、勧められてる、新選組の田原俊彦のやつも最後は見れてないんですよ。あれね。まあ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 、あれはまあまあまあ。でもあんなのプライムにしかないでしょ。よくアップされたなと思うんですけど、あれがね。うん、ねえ。やばいですよね。なんか、本当に、よくわかんない映画が上がるって言ったらもう圧倒的に Amazon プライム。ああ、もうアマンプラはよくわかんないですね。うん、ねえ。全くよくわかんない。いきなり上がりますね。うん、日活の映画もね、まだポロ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 上がってるんで見なきゃいけないんだけどな。いや、でも、もうつかないでしょ。もうさ、今はね、本当になんかちょっと、いろいろと大変で見る、私も見る時間なくなってきましたから、でも、あ、もうサムネイル作るだけでも、本当にもう疲れてますから、ね。今動画担当ですからね。ああ、チンピラが上がってると思ったら、大沢たかお版のチンピラですよ。わかんない、これ。どんなのやったっけ。昔のチンピラの方は覚えてるけど。これ一緒？内容一緒なの？いやー、まあまあ、大体一緒なんじゃないですか。見てないと思うんですね。うん。おー、ね、よく、だから、あ、でも、これは勧められたけど、まだ見てないんですよね。フィスト・オブ・レジェンド。でも、見たような気もすんやな、この映画。フィスト・オブ・レジェンドってない？ジェット・リーのやつ？いや、違うか。フィスト・オブ・レジェンドはあれですよ。ファン・ジョン、韓国映画ですよ。あー、あー、いや、見て、見て。うん、うん。なんか、ぜひ見てくださいって言われて。なんか見たような気もするんやけど、もう覚えてないから、語るためには見ないとな、みたいな。そういうところで。ね。結局、冒険、そういう、なんか新しいもの冒険しないで、これ、明日のジョー2見て泣いてましたから、ね、ね、それ書かれてましたけど。あと、あれですよ。映画極道の妻たち死んでもらいますとか、あってますよ。高島玲子版。いいじゃないですか。上がってますね。あのところはね、俺、杉本彩が出てくるやつ見たいんだ。ああ、そうなんですか。一応ね、うん、高島玲子、斎藤恵子、東千鶴が出てるみたいですね。はい。やっぱね、ほら、みんな極妻好きなんですよ、結局。そうなんですか。うん、極道の女たち、赤い殺意も同時に上がってますね。こっちは名古屋明に行ってますよ。名古屋明。名古屋明って、今ね、連呼してるの、ここの、ぐらいですよ。いやだって、俺たちのこのザ・ノイジーズは一番日本でとんがってる YouTube ですから。ホテルにね、出てきた名古屋明がね、なんか、すぐに切れるシェフなんですよ。いつもね、料理ばーって言ってるけど、料理の文句言ったら、もう表出ろみたいなやつで、わしの料理は食べれねえって、カーって言って、カーってなってるから。久しぶりに名古屋明の名前聞いたよ、なんか。あんなやつ、そのシェフのおさになったらあかんよっていう。すごい人間ちっちゃいですからね。ホテルの中の名古屋明は。ブラックジャックみたいなシェフが来て、なんかちゃんと思い出を一つ残して去っていくから。それは雑誌みたいな。それで頑張って前回読みはったんでしょ、漫画図書館で。読んだ。うん、いやー、ザ・シェフは楽しいですよ、あれ。うん、あ、そうですか。うん、あと何や、あれも上がってますよ。疑惑。誰の疑惑、疑惑。岩下志麻と桃井かおる。疑惑、はいはいはい。昔のやつね、うん。そうね。それが上がってたりとか、あと、これも、ああ、これも大奥やったから、あの大奥かなと思ったら2006年版の大奥って全くわかんない。あれ、男女逆転の大奥？違うか。わかんないけど、仲間由紀恵の大奥みたいですね。これは見たことないな。うん。
大奥も大奥の女たちとか大奥のなんちゃらとか結構あるでしょ。どれがどれやか。いやーちょっとねわけわかんないですね。これは。あとこれもね全く見た覚えがないんですけど風船2。見てないね。風船2見てないですよね。あの主演たくましんってだけ書いてますけど。あと金山和彦が出てますね。これ風船自体も覚えてないし、スーって、ねうん、なんか俺たちが一生懸命アマプラで変な映画あるよってやったら本当に再生回数がどんどん落ちてきましたね。あれね。本当ですか。しかも 今調べたら風船は300円払わないと見れない。有料配信ね。いやでも風船2は立って見れる。ただでっていうかプライム会員で、ほんでいきなり1を普通は開放しますよね。いやいやいや、2だけ開放してるの。1は定番なんですよ。2は誰も見てないんですよ。だから2をあのそう会員特典するの。いやなんかおかしくない、うん、風船の1はだって加藤正也とかやってるめちゃめちゃかね、もう名作ですよ。あの六本木のねディスコでって加藤正也が出てきてめちゃめちゃかっこいい映画ですけどね。うん、でも風船2は全然知らないんですよ。知らないですね。風船2知らないですよね。うん、なんかでもそんな映画いっぱいあるんですよ、うん、で風船2を見たあなたはこんな映画を見ています。オッサンズラブ。もう全然わかんないよ。オッサンズラブはでもちょっと前に話題になりましたよね。でも風船2を見たからってオッサンズラブは別に見ないですから。多分、うん、風船2見た人がオッサンズラブ見てるんじゃないですか。いやだからその通りじゃないですか。僕の言った通り返してるだけじゃないですか。おかしい。いや統計が取れてるんですよ、アマゾン。本当かな。なんかアマゾンのなんかあのアルゴリズムちょっと意味が分かんないです。いやもう正直言って結構ひどいですからね、本当、アマゾンの検索システム。検索の上から2つ目ぐらいまで、まだ正しくて、うん、3つ目ぐらいから多くて。いや、もうめちゃくちゃになりますね。そうですよね。なんでこんな映画させてみなしてくんやろ、みたいな。どうせお前ら2ページぐらいまでしか見ないだろうっていう、そういう検索結果になってますから。本当ですよね。ちなみに風船を見た方はこれも見ています。空に住むとか絶対見てないよ、これ。何を空に住むって、多部未華子が出てる。青山真司監督なんか、そうか、そうか。じゃあ見るのか。見るか。青山監督もね、亡くなっちゃいましたからね。僕、ロン毛のイメージしかなかったんですけどね。うん。あんなあれなんですね、こうちょっと。あ、でも、ね、ご病気されたんですね、ガンでね。あ、全然知らなかったですね。私も知らなかった。うん。まあ、ご本人は会ってないけど、私があれか、テアトル新宿行った時に、うん、青山監督はよくそこで上映はしたのか。作品はね、うんうん、ね、僕あれ何だったっけな、あの浅野さんのやってた、タイトルが難しいタイトルやったんやな、エリエリレマサバクタニありましたねっていう映画があった。あった。で見てないけど、うん、でこれの映画の T シャツをやるかもしれないみたいな話があったんですよ、うん、結局なかったですよね、そんな話は、うんうん、いやいや、まあ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 話には上がってたんですよ、うん、でどんな内容の映画なんですかって言ったら、まあなんかノイズイなギターがピューフィーンみたいな実験映画ですけど全然わかんないな。え、どんな映画なんですかそれって。見てないから。いやいや、なんかどっかで見れるのかな、見たくなってきた。あの中原雅也さんがね、北山さんもご存知のって言って、あ、まあご存知ですけど向こうは僕のことご存知じゃないと思いますよ。この打ち合わせしか覚えてないですね。なんか僕と中原雅也さんがなんかお知り合いかのように喋られてましたけど、全くあのまあね、ほぼ面識ない方ですからね。1、2回ぐらいですか、ね、うん、いやーね、なんかノイジーズもね、ちょっとポッドキャストでちょっとイケイケだった時はね、なんかちょっと、そうですね、あのマッドマックスちょっと試写会行って語ってくださいとか、うん、あのね、私がガールパンが好きだって言ってるから、ガールパンのことでちょっとあの遊びに来てくれませんかってあったんですけど、ああいう時代をもう一回ちょっと味わいたいですね、呼ばれる
ちょっと。これはあれじゃないですか、もうやっぱり YouTuber にならないとちょっともう難しい世界になっちゃったんじゃないですか。うん。ね。やばい、やばいところに踏み込んじゃったね。本当に。まあ、時代ですよ、時代。まあ、1000人行ったら、ポッドキャストを復活させようって話になってますからね、今のところね。まあ、一応ね。もう一回やろうっていうね、限定回っていうね。そうそうそう、うん。名前も決めてあるけど、いまだにまだ発信はしてませんけど。ああ、そうでしたね。まあ、そういうの企画もありますからね。うん、まあまあ、ちょっとまあ雑談長くなりましたけど。うん、こんな感じの。ぜひぜひ。はい。という、4月12日の、雑談でございます。はい。はい。ということで、どんたくさん、お付き合いいただきました。どうもありがとうございました。